山田さん、なんでお菓子食べてんの？長野ジュリアです。イエーイと、カルちゃんです。イエーイ。はい、二人が白衣を着てるということですね。今日もまた看護師のお話をさせていただきたいと思います。今日はですね、なんか看護師によく聞かれる質問っていうのが大体決まってあるんですけど、本当に、本当のところはね、ね、本どう当のなとのころはか。どうなのかっていうのを、はい、お話ししていければなと思いイまエーイ。す。はい。まずはですね、なんか、医者と付き合ってるでしょとか、めっちゃ言われるんですよ。医者、なんか、彼氏いないんですよねって言ったら、医者がいるじゃんとか、めっちゃ言われるんですけどど、うかね、なんかあるでしょうとか、そう。ね。実際私は、周りで医者と付き合ってる人ほとんどいないし、医者とはなんか仕事上でやり取りするから結構冷たくなっちゃうんですよ。先生早く来てもらえます？とか。先生採血早くやって？とか。だからもう恋愛感情に発展しようのない感じなんですよ。だから全然医者と何かあるってことは、まあ、全くとは言わないけど、私的にはほぼないですね。どうですか？私のところは、まあ、実際のところ結構ね、付き合ってる人とかいるんですよ、す割ごと。い。で、なんかまあね、実際に結婚したりとかもあります。見てたでも、まあ、大半はい。やっぱり同じ感じで、なんか仕事中なんかイライラしちゃったりとかして、結構ね、態度がね、もそう。うあからさまに出ちゃうんですよ、先生とかに。もうなんか先生に八つ当たりみたいになっちゃって、だからなんかお互いにやっぱそういう恋愛感情じゃなくて仕事としての仲だから、やっぱそうやって当たれるし、そうだね。だからね、じゃとはあんまりないかな。難しいよね。可愛い自分を見せれないから、職場でなんかは。必死な、もう自分しかいないんですよ、職場っそうて。そうそうなんそう。で、なんかあんまり、もし逆に付き合ってたら仕事超しにくいと思います。ちょっと気になっちゃうかそう、も。気になっちゃうしね。私、ね、この看護師さんは思うと思うんですけど、まあ、他の人も、やっぱりね、ライバルが多いじゃないですか。だから、心配になっちゃうと思います、確か付き合に。ってもうお医者たら。さんはモテますしね。そう、なんかお医者っていうだけで、ちょっとなんかかっこいいとか、惚れちゃうっていうのは結構あると思うんですけど、まあね、近くで見れてるそうでもないですけどね。はい。次。はい。なんか、看護師なんですよって言うと、うわー、毎晩飲んでそうとか、夜勤明け絶対飲みに行ってるでしょって言われるんですけど、どうですか？私はないですね。もうこれははっきり言えまないす。なんね。か夜勤明けって結構遊べるじゃんとか、時間とか言うと、わ、朝に仕事終わるんだったら夜フリーじゃんってなるんですけど、そんなことないんですよ。夜そう。一日ね、みんなが寝てる時に働いて、朝もうね、荒れ果てた姿のそう、顔ねぶっつぶつのギットギトでね。油ギトギトのね、自分でもう帰って寝るしかないんですよ、手ね。段が。そのまま飲みに行くとかね、まず考えられないとか、し。一回寝たら多分起きれないし、起きたとしてもよくわかんない時間にね、目が覚めたりとかして。そう。なんか、日勤前の日とか、絶対飲みたくないですよね、なんか。とか、なんかその日に飲むってなったとしても、誘われたとしても、いや、次の日に一勤だしとか、仕事のこと気にしちゃって、あんまり飲みに行けない。そう、なんかね、酔っ払って職場に行ってね、人の命預かるしなとか思いつつ、そうなんですよ。意外とね、酒飲みの人はね、いないね。い病ない。棟30人いて2人とかかな、比率的には。そうですね。すごい上の方の先そう輩そうがめっちゃそうそう。飲むっていう。それはありですね。なんか大集合的 なそうそう先そう、生、そう、先い生る。じゃない、看護師さんいるね、いいたりするるいる。と思う。はい。次、看護師ですって言うと、なんか、入院したいみたいな。入院させてとか言ってくるんですけど、は？は？何を言ってるんですかっていうね。
まず、一人でも患者さんが増えると、こっちの負担も増えるし、そういう人はいらないですっていう。あとね、そんなにピチピチ元気な人は、基本相手にしません。そう、しない。もうね、なんかちょっと、もう、あからさま、明らかに、ちょっとやばい人の方を、やっぱり優先するんで、うん、そっちの方に、ね、必死になっちゃうんで、そういうピンピンしてる人は、もう後回しだし、うん、なんかね、それでいろいろ言われたとしても、あ、仕事なんでって、もうやっぱ、仕事中の看護師さんは、もうほんと仕事モード。怖いよね。そう、怖いと思う。私は TikTok のコメントとか、なんか、入院させてくださいとか、うん、看護してくださいって言うけど、多分病院では、山田さん、なんで？なんでお菓子食べてんの？取るよっていう、なんかもう圧、うんうん、やっぱ患者さんの体第一に思って、うん、結構厳しいこと言うから、白衣の天使ってね、言われがちでね、すごいニコニコ優しいって、確かに、まあ綺麗な看護師さんとかはいると思うんですけど、うんうん、実際めちゃくちゃ怖い、怖いよ、怖い、ちゃんと治ってほしいっていう思いが強いから、うん、それだけダメなことはダメっていうし、うん、ね、すごい注意することはあると思います。本当に、うん、これはなんか、ね、ダメダメって言うんじゃなくって、うん、なんかこう看護としてね、言う、うん、お仕置き的なちょっと言い方はできる。そう、本当にね、その人のことを思って厳しくしてるんでね、入院しない方が身のためいいと思います、うん、そのね、プライベートで見てる看護師さんだけでいいと思います、はい、はい、次、結構消防士と合コンしてるでしょってね、なぜか聞かれるんですよ、うん、それなんでなんだろうって看護学生の時から一回もないからね、マジでゼロ周りも消防士がって言ってる人あんまいないからね、うん、そんなに合コン自体も看護師って合コン多いって言われるけど、うん、したことないですよ、看護師になってから。看護師になると、うん、合コンするきっかけとかないですよね。うん、意外と出会いがね、うん、ないか。だから消防士となんか合コンしてるでしょって、何を思ってそうなったのかわかんないですよ。だから別に消防士がそんな来るような病棟じゃないし。うん、ね。ね、救急車は確かに来るかもしれないけど、ね、そこでなんかみたいのは多分ないと思う。全然消防士じゃなくていいです、うん、はい、ああこれもね、白衣見してって、うん、白衣見してってなんか白衣の写真ないのとか言われることがあるんですけど、うん、あーって思ってでもね、あるんですよ、いっぱいこれとかこれとか、ね、これとかこれとか、もうね、結構なんだろう、撮ったりはするけれど、うん、なんかそれをなんか見してって言われるとなんか恥ずかしいよね、そう、なんか裸見られる感じで、そう、何ってなるけど、まあ、まんざらでもなく自撮りしてるんですけど、うん、ちょっと可愛いモレカリ写真とかね、そう出しちゃったりね、うん、するんですけど、まあ、それはあくまでね、うん、こうね、見せるようであってね、うん、個人的にやっぱ言われるとちょっとね、うん、えって、そうなりますね、うん、今でだけでいいよってなります、ね、うん、そう、はい